川崎ロボット FA-10L を用いた建設機械用部品のアーク溶接作業をご紹介いたします。このシステムは走行装置付きアーク溶接ロボット、スライダー上に搭載された2台の軽動および回転付き二軸ポジショナ、溶接装置、システム制御盤、安全柵などで構成されています。川崎ロボット FA-10L は外部軸5軸を含む全11軸を制御するDコン多軸制御方式を採用しています。このシステムは溶接作業を2ステージで行っており、一方のポジショナでロボットが溶接している間に他方のポジショナにワークをセットすることができます。このようにロボットを休ませることなくフル稼働させることができるため、生産性を向上させロボットを有効に活用することができます。